戦国義しとは、日本の政治家、弁護士。議会は、13味。君党は朝日大受賞。衆議院議員、衆議院決算行政監視委員長、内閣府特命担当大臣、公務員制度改革担当大臣、内閣府特命担当大臣、内閣官房長官、法務大臣、拉致問題担当大臣、民主党代表代行、内閣官房副長官、 民主党経済財政、社会調査会長などを歴任した。1990年の意ブーム時に日本社会党から当選し、社民党、旧民主党を経て民主党に所属、衆議院議員を6期務めた。旧民主党政策調査会長、民主党政策調査会長、 内閣府特命担当大臣、公務員制度改革担当大臣、国家戦略担当大臣、内閣府特命担当大臣、内閣官房長官、法務大臣、拉致問題担当大臣、民主党経済財政、社会調査会長などを歴任。徳島県徳島市出身。父は裁判所の職員、母は徳島高等女学校の教師。 なお母は熱心な組合活動家でもあったという、徳島県立城南高等学校卒業。1964年に東京大学門下一類に合格し、上京する。大学の同期には元、自由民主党総裁の谷垣定一などがいた。東大時代は全教党の震災抑計学生運動家であり、日本共産党を脱倒した安藤神兵らが指導した。 構造改革派のフロントというセクトの進派だった。東大安田行動事件の際は、行動の中にはおらず、救援対策や弁当の差し入れなどを行い、学生活動家仲間からは、弁当運びと呼ばれていた。5年自在学中の1968年に、司法試験に合格し、中退して司法研修所に入所した。司法収集十三期を経て弁護士登録。 1971年から弁護士活動を開始。弁護士時代は、労組事件や日本教職員組合関連の案件を扱った。麹町中学校内心書事件の弁護人も務めている。また、ピース館爆弾事件では弁護人として無罪を勝ち取った。所属していた弁護士事務所の部下に福島みずほらがいる。また、小川薫の弁護士を務めた。 1990年2月18日の第39回衆議院議員総選挙に日本社会党を公認で旧徳島県全県区から立候補し当選した。当選後は社会党を現実的に政権を担える党へ脱皮させることを目指していたニューウェーブの会のメンバーとして活動し山花貞夫委員長を主犯とする社会党、シャドウキャビネットで官房副長官を務めたが、 1993年の第40回衆議院議員総選挙では時点で落選した。その後、社会党が名称変更した社会民主党を離党し、四国市民ネットワーク代表を経て旧民主党に参加。1996年10月20日の第41回衆議院議員総選挙では新設の徳島1区から立候補し、当選、政界に復帰。以後、 徳島1区で4回連続当選。同年11月に、党政策調査会長に就任した。1997年9月には、幹事長代理に転じた。1999年7月、衆院本会議で国旗及び国家に関する法律に賛成票を投じた。2002年1月15日に、胃がんの手術のため国立がんセンターに入院し、 週刊朝日で告白記事を執筆した。また、同年の代表選に連動して、前原誠司、枝野幸男らと両運会を結成した。2004年5月に、党代表に岡田克也が選出された際に、党政庁会長に就任。同時に、民主党次の内閣のネクスト官房長官に就任した。2005年9月11日。 民主党が衆議院選挙で大敗し、岡田は隕石辞任したものの、同じグループでの活動が目立った前原政治が党代表に就任したため、次の内閣のネクスト厚生労働大臣に就任。同年11月25日に民主党が設立した公共政策プラットフォーム初代代表理事に就任。二千六年二月十六日に発生したホリエメール問題の際、 野田義彦の隕石辞任を受け就任した渡辺構造国会対策委員長からの要請を受け、幹事長代理を兼任。同年4月7日に党代表に選出された小沢一郎の執行部では再び次の内閣閣僚に選任された。2006年9月28日、第165回国会で衆議院決算行政監視委員長に就任。 2008年3月に任期切れを迎えた日本銀行総裁人事では当初、財金分離の観点から財務省時間経験者が日銀総裁に就くことに反対を表明したものの4月の日銀副総裁人事では一転して財務省出身か否かに関わらず支出によって選択するよう主張した同時に 副総裁として起用が予定されていた伊藤隆俊東大教授の就任も不同意とし、日銀出身の白川正明のみの同意となった。2008年7月、時代が戦国良し党を求めているかどうか判断すると述べて、同年9月の民主党代表選出馬への強い意欲を示したが、出馬には至らなかった。鳩山政権、編集2009年9月発足の鳩山。 雪き内閣では内閣府特命担当大臣に就任した。また内閣府特命担当大臣の所管事務とは別に国務大臣として公務員制度改革を推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整も担当することになった。大倉事務次官を務めた斎藤二郎の郵政社長人事が天下りと指摘されたことに対し国家公務員法の 第106条の2の元公務員の再就職の圧戦の死後は職員であって政府や内閣ではないと指摘しながら問題はないとの見解を示した。なお民主党は2007年11月14日に労働保険審査会委員、海誘審議会委員、公害健康被害保障不服審査会委員の計3人の元官僚を 福田康夫首相が選任した際の国会同意人事については甘下りを理由に不同意としている。2010年1月7日、菅直人が閣内横滑りの形で財務大臣に就任したことに伴い、戦国は国務大臣として税財政の骨格や経済運営の基本方針等について企画立案及び行政各部の所管する事務の調整も追加で担当することになった。 2010年2月10日、枝野幸男の入閣に伴い、戦国は内閣府特命担当大臣の任を解かれ、新たに内閣府特命担当大臣に任命された。なお、公務員制度改革担当及び国家戦略担当は引き続き兼務することとなった。菅政権、編集入閣に際して公表された、肖像写真2010年6月8日発足の菅、なおと内閣では、 横滑りで内閣官房長官に就任。影の総理、赤い後島だと呼ばれるほどの政界実力者として注目されるようになった。通常は5人程度の官房長官秘書官を10人抱えたこと、10月14日の横浜で行われたアジア太平洋経済協力会議での日韓首脳会談に首相とともに媒席したことなどが異例だと報じられた。 菅直人第一次改造内閣でも内閣官房長官として留任。2010年11月22日以降は、出現問題で辞任した柳田実の公認として法務大臣を兼任した。11月15日、尖閣諸島中国漁船衝突事件の対応などを理由に自民党が衆議院に提出した戦国の不信任決議案は、 与党と社民党の反対多数により否決。11月26日、中国漁船問題や暴言などを理由に自民党がみんなの党とともに参議院に提出した問責決議案は賛成127票、反対111票で可決されたが、戦国は法的拘束力のない問責決議より不信任決議が優先されるとの認識を示し、辞任を否定した。 2011年1月14日、菅直人第二次改造内閣の発足に伴い、法務大臣と内閣官房長官を退任、民主党代表代行に就任した。2011年東北地方太平洋沖地震に、際して計画停電が社会に与える影響を東京電力に問い合わせたが、ご不明な点はカスタマーセンターまでと書かれた紙がファクスで送られてきた。 戦国はこの扱いに激怒し、事態に当たっている東京電力担当者を呼びつけ、どういうことだ俺を誰だと思っているんだと怒鳴った。また、大韓民国大統領、李昭キの要請を受け訪韓する予定だったが、地震の発生を受けて取りやめた。3月17日、民主党代表代行を兼務したまま政務担当の内閣官房副長官に就任した。 同年9月2日の野田内閣発足に伴い、内閣官房副長官を退任。野田政権以降、編集2012年5月、シンガポールにて、元内閣顧問、リーク・アンユーと2011年9月、野田義彦代表のもと、新設された民主党政策調査会長代行に就任。また、10月4日からは新設された、党経済財政、社会調査会長も兼務した。 同年11月10日、両運会の会長に前原政治がつくことになり、戦国は顧問に就任した。また、政治団体としての両運会の代表者についても、従来は戦国として届け出ていたが、これを機に前原に変更することになった。2012年10月5日、内閣改造に伴う当人事により副代表に就任。 2012年12月16日に行われた第46回衆議院議員総選挙では、野中博文元自民党幹事長からも支援を受けたが、小選挙区。この結果については、官内閣での官房長官時代の中国漁船、衝突事件への対応が、弱腰外交と批判されたこと、国会答弁で自衛隊は、 暴力装置と発言したこと、また、原発推進派とみなされ一部の支持者が離反したことが、要因に挙げられている。2014年11月、直送選挙に立候補しない意向を表明した。2018年10月11日22時30分、肺がんのため、東京都内の自宅で死去。72歳ボー同日付で、のぶ13位、朝日大受賞追贈。 政策グループ社会党出身ながら、民主党内では、前バルグループに所属し、鳩山幸男グループ、菅直人グループ、旧社会党系、旧民社党系などのグループから一定の距離を置いていた。前バルグループでは、会長経験があり、会長から退いた後も、枝野幸男、前原ら党内の中堅、若手議員の貢献役的ポジションとして、存在感を保っていた。 2007年のいわゆる大連立騒動では、大連立構想を党に持ち帰ってきた小沢一郎に対し、党内コミュニケーションの不足を面と向かって指摘し、批判した。2009年3月の小沢の西松建設事件に対しても、党内から辞任を求めるなど、王子は、党内反小沢勢力の旗頭と目されていた。公明党2007年7月8日、徳島駅前で、 公明党という中途半端なインチキな政党がいる。何が平和の党だ。何が福祉の党だ。どこかから命令が降りたら3日間で5万票が動く。こんなデタラメな民主主義があるかと演説した。公務員政策民主党政権の中でも極度の官僚嫌いであり、政権内にはその行動、言動を疑問視する向きも少なくない。事務次官制度の廃止を提唱している。 自治労協力国会議員団長を務めている。2009年4月27日、社保庁で闇専従や年金のき見、年金横領などで問題のあった職員は、日本年金機構には全員採用されないことが、閣議決定され、民間への再就職圧戦や、文言免職の対象となる見込みであるが、戦国は、自治労ともに、対象となる社保庁職員の免職の回避や、 雇用の確保を厚生労働大臣に要請した。議員歳費の削減には、みんなが低い方に合わせるように足を引っ張り合うことが、いいのかどうかと述べ、否定的な見解を示している。新自由主義民主党が、新自由主義批判に傾いた2010年においてもなお、自身のウェブページにおいて2000年代初頭における、民主党の、ガから民へ、 路線に基づいた政策信条の記述を残していることから大胆な規制感は自由化や地方文献を主張する新自由主義論者と見なす向きもある。下記にあるような均衡財政論者としての姿はそれと矛盾しないが一方で消費者行政にあるように企業活動の規制を主導する政治家としての面もある。税制2010年1月6日の講演で 法人税も課税ベースを広げた上で税率を下げないと第三次産業化についていけない。相続税も65歳を超えている人への相続は財産が社会的に有効に使われているのか。遺産税のようなものも考えないといけない。人口構成がこれだけ変わってくると消費税率を20%にしてもそれだけでは追いつかない。と述べた。 増大する社会保障費の財源を確保するため、消費税、法人税、所得税等の税制を抜本改革すべきと主張している。肯定部会2008年3月11日の衆議、委員議員運営委員会理事会での無党、総裁候補に対する質問にも見られるように、低金利政策に対して批判的な姿勢を取る。デフレーション二千十年四月十三日、閣議後の会見で、 デフレ克服のための財政出動に関連して数十兆円規模の受給キャップを解消することによるデフレ脱却論は経済にマイナスの影響が大きいとの認識を示した。優勢民営化優勢民営化法の衆院採決の直前、優勢民営化反対派の加盟静かに対し仮に解散になったら反対派は公認されないので大変でしょう。 民主党としても配慮しないわけにはいきませんなと働きかけた。岡田克也はこの発言を即座に否定した。2010年2月9日、総理大臣官邸にて、宇宙航空研究開発機構理事長、立川啓治、宇宙科学研究小中高校システム研究系、教授川口淳一郎、個体惑星科学研究系教授藤村明夫、内閣総理大臣官直人 文部科学副大臣、佐々木隆三らとスポーツ政策2004年のプロ野球再編問題に際し、同年8月4日に国会議員35人による1リーグ制以降の阻止と第三者競技機関の設置を目指す日本プロ野球のさらなる飛躍、発展とスポーツ文化振興による地域活性化を推進する会の発起人代表に就任。民法改正2005年には、 政権交代でぜひ民法改正を実現し、若い人がより安心して、新しい家族を作れるようにしたいと述べるなど、選択的夫婦別姓制度に賛同する。2010年6月17日には、選択的夫婦別姓制度を導入するための民法改正について、民主党としては、なるべく早く実現させたいという立場だ。と述べている。また、2003年7月10日には、 選択的夫婦別姓を即座に法案として通す。ここから始めない限り、一方で女性の手足を縛るようなことを平気でやったり、ああいう言動を出しながら、子供を多く埋めと。種馬や、なんとかじゃないわけでありますから、あくまでも人間としての女性を位置づけないとと述べ、民法改正を進めない、当時の自民党を批判している。こんにゃくゼリー2008年10月2日、民主党人権。 消費者調査会会長として、こんにゃくゼリーの販売禁止を、野田聖子消費者行政担当大臣に申し入れた。消費者庁設置構想2009年4月14日、消費者庁設置関連法案について、消費者権利員を内閣の外に設置することを求めたが、有識者による、監視機関、消費者委員会を、内閣府の内部組織から外局に格上することで、与党と合意した。 この戦国の対応を自民党の大島忠盛国対委員長は民主党の良識が戻ったと称賛した。2012年5月、シンガポールにて元上級賞豪直トンと2012年5月、シンガポールにて国務大臣、正子鈴木ふり、衆議院議員、田村健二、三宅幸子、谷田川本らと中間外交外交はアジア重視を掲げ、 過去の戦争の反省に立って、中国、韓国、北朝鮮と友好、協力関係を築くべきだと主張している。2006年8月7日に、韓国を訪問し、韓国の与党、野党党首と面談。日韓関係悪化は、小泉という得意な人物のせいであると釈明し、民主党のアジア重視政策を説明。北朝鮮問題などの解決に、 日韓の連携を訴えた。2010年9月24日、尖閣諸島中国漁船衝突事件で逮捕した船長を那覇地県が処分保留で釈放したことについて、戦国は検察が総合的に判断した。国内法に基づいて進めた結果だと述べた。この釈放については、日中両国がこれ以上対立するのは望ましくないとの政治的な判断とされている。 靖国神社参拝問題2001年8月、小泉首相の靖国参拝反対の集いの呼びかけ人となる。開催の挨拶で、戦国は、私は毎年8月15日には、韓国のテグに行き、中曽利さん家族会送会に出席し、サハリンに強制連行された遺族の方の愛号と、球団の叫びを聞きながら1日を過ごすことにしている。その経験から言うと、 21世紀になって、小泉さんが靖国にどうしても行くというのは、すっとんうで、とんちんかんで、わけのわからない行為。日本のためにも相手のためにも、おやめいただかなければならない。と述べた。韓国との戦後処理2010年7月7日、日本外国特派員協会の記者会見で、韓国との戦後処理について、質問を受け、一つずつ、あるいは全体的にも、 この問題を改めてどこかで決着をつけていくというか、日本のポジションを明らかにする必要があると思っている、と述べ、従来の政府の対応は不十分だとの認識を示した。なお日韓は1965年に日韓基本条約にて国交正常化、同条約と日韓請求権協定によって、韓国政府は自らの意向により多額の資金供与、 炎尺官と引き換えに、韓国人個人の請求権を放棄したことについては、法律的に正当性があると言って、それだけでいいのか、物事が済むのかという話だ述べた。竹島問題2010年7月、日本政府は7月末に、閣議了承する予定だった2010年版防衛白書を9月以降に先送りする方針を固めた。韓国にて8月29日に、 日韓併合100年を迎えるにあたり、日韓両国が領有権を主張する竹島について、日本固有の領土と防衛白書に明示することを控え、韓国側に配慮する形となった。戦国義しと官房長官が27日、防衛省に指示し最終決定した。韓国側はこれまでも外交文書などに、竹島を日本固有の領土と記載することについて反発を繰り返しており、 2010年は特に日韓併合100年目を迎える節目に当たることもあり、外交ルートなどを通して竹島を日本領土と記載しないように求めてきていた。日本政府は9月に先送り後、竹島を尖閣諸島中国漁船衝突事件2010年9月7日に発生した尖閣諸島中国漁船衝突事件にて、 逮捕された中華人民共和国の漁船の船長の釈放を、菅直人首相、前原誠治外務大臣が外遊にて、不在の中、あくまでも検察独自の判断であったとした上で承認、政権内部に反対の声があることについては承知していないと述べた。この中華人民共和国の漁船の船長の釈放について多くの海外メディアは、 中国の圧力に屈したなどと報じており、中華人民共和国の中国共産党政府からは、釈放後に謝罪と賠償を求める声明が出された。10月18日、参院決算委員会で自民党の丸山和也が、戦国と電話で意見交換を行ったと主張した。丸山によれば、戦国は、船長は、判決を受けてから相関なりすべきだったとの丸山の意見に対し、 そんなことをしたら APEC が吹っ飛んでしまうと答え、釈放は国家の大きな損失。日本は中国の属国になっていくのでは、との疑問には、属国化は今に始まったことではないと答えたという。戦国はそのような会話をした記憶は全くないと丸山の主張を否定した。戦国は事件の海上保安庁による現場映像の公開には反対の立場を取っており、 2010年11月5日に事件の映像が YouTube にて公開された際にも記者会見で司法当局の捜査とする判断もしなければならないと述べている。なお、公開者の ID、戦国38は戦国を揶揄する ID であったとの説もある。2013年9月24日、戦国は漁船の中国人船長の釈放を司法当局に促す。 政治介入を行っていたことを認めた。関政権はこれまで、検察の手続きの中で決められた都市法の独立は維持されているとの公式見解を示していた。地球市民地球市民という言葉を好み、自然派であるとしている。静岡空港公共事業そのものに対して批判的で、静岡空港建設反対の国会議員署名活動でも署名者に加わった。 2004年9月30日、右翼団体の男性が衆議院通用門に来るまで突っ込んだ事件に関して政府の対応に不満を持つなら目指すは官邸か内閣府だと述べた。2009年11月12日、毎日新聞の政策情報誌、毎日フォーラム日本の選択のシンポジウム、政治は変わったか民主政権の課題と自民再生への展望において、 行政刷新担当省として事業仕分けについて予算編成プロセスのかなりの部分が見えることで政治の文化大革命が始まったと述べた。また、12月9日にテレビ朝日スーパーモーニング内で事業仕分けで文化大革命が起こってますよと発言した。さらに、12月17日に国家公務員制度改革推進本部の立花博 事務局長ら10名の幹部職員を更迭した際にも政治主導の文化大革命だと述べた。自書、金融、経済危機、そして日本でかつて貧乏人は爆破を食えといった政治家がおりますけれど、今はそんな度胸のある政治家はありません。私はここまででかかっておりますが、次の選挙でもう一回落ちたらもう立ち上がれないと思っていますので、 ちょっと言うのを控えていますと記述している。2010年10月15日、参議院予算委員会に、みんなの党などの要請で招致され公務員の現役出向に関する答弁を行うために前国家公務員制度改革推進本部事務局審議官の小賀茂明が政府参考人として出席し、民主党政権の公務員制度改革への取り組みを不十分だと批判した。 これに対し戦国官房長官は、小野議員の今回の現時点での彼の職務、彼の行っている行政と関係のないこういう場に、呼び出す、こういうやり方は、はなはだ彼の将来を傷つけると思います。優秀な人であるだけに、大変残念に思います。と述べた。本件については、鶴穂洋介参議院決算委員長及び前田武氏参議院予算委員長は、 異例の厳重注意を行った。2010年10月18日午後に行われた参院、決算委員会で、尖閣諸島中国漁船衝突事件について、自民党参議院議員、丸山和也と電話でやり取りをしたことについての問いに、最近憲法症にかかっているのか何かわかりませんが、そういう電話で、今、丸山議員がこの場で暴露されたような会話をした、記憶は、全くないと答えた。 その後、マスコミのインタビューで、戦国が丸山の発言を、いい加減な人のいい加減な発言だからと語っていることに関して、丸山は、憲法省といいその場で反論をせず、逃げた男が後になってけしからん。これについてはけじめをつけようと思っている。と反論している。11月30日、丸山は、 戦国と国に対し刑3000万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めて東京地裁に提訴し戦国を侮辱容疑で東京地検に告訴した2011年7月12日東京地検は権威不十分につき不起訴とした2012年9月11日東京地裁は丸山の請求を棄却した天皇及び皇室について 天皇陛下を含めて日本で最もリベラルな方々の集団、右派は右派、左派は左派、リベラルはリベラル。リベラルという言葉に左派というレッテルオース、用語法を私は全然使っていないと述べたと産経新聞が報道した。2010年11月9日、読売新聞有刊にインターネット上に流出した沖縄戦革諸島沖の 中国漁船衝突事件映像の一般公開の可否を検討する原費とされる資料の写真が掲載された。写真は同日の衆院予算委員会で戦国が持っていた資料を読売新聞が撮影したものだったが戦国はこれを盗撮だと批判した。翌11月10日に在京発車写真部長会が通常取材の範囲内で撮影していると 盗撮発言の撤回と謝罪を求めた。11月12日の衆院内閣委員会で戦後、2010年11月10日の記者会見で、尖閣ビデオ流出問題に関し、海上保安庁長官である鈴木久康の監督責任について、独立性、自立性に応じた責任は当然出てくる。強制力を持った。 執行部門は、それなりの強い権限がある代わりに強く重い責任を、負うと発言。国土交通大臣である、馬ぶ澄夫に関しては、政治職と執行職のトップの責任のあり方は違う、と、責任を問わない意向を表明。公明党の山口夏男代表は、今回の一連の事件は、那覇地検の刑事事件処理も、海上保安庁の対応も、政治判断に基づいて行われてきた。 とすれば、最終的に、政治職の側がきちんと責任を担う必要がある。執行職の現場に責任を押し付けるやり方は、許してはならないと述べた。またザックザックは、絵に描いたようなトカゲの尻尾切りとしている。暴力の独占も、参照2010年11月18日の参院、予算委員会で、暴力装置でもある自衛隊と述べた。自民党の抗議を受け、 実力組織という風うに訂正させてもらいます。自衛隊の皆さん方には謝罪をいたします。と発言を撤回、謝罪した。菅羅夫首相も謝罪し、同日夜執務室において今後気をつけるようにと厳重注意した。北沢都美防衛省は誠に残念なことだと述べた。また自衛官からは失望や怒りの声が多く上がった。産経新聞は 得意な言葉が、とっさに飛び出す背景には、かつて学生運動に身を投じた戦国史独特の思想、心情があり、民主党政権の自衛体感を反映したと論評し、みんなの党の渡辺義美は、昔の左翼時代の DNA が図らずも、明らかになっちゃったということではないか。たががゆるんで失言が頻発しますね。政権末期症状だと思いますと述べた。 自民党の谷垣定一は、学生だった頃の左翼文献を見ると、軍隊は、暴力装置とはよくある表現だったと述べた。石場茂は、暴力装置という表現を妥当だと解釈している。11月19日、戦国は、悪意はなかったとした上で、2009年3月30日に行われたフォーラムにおける、石場茂の発言を取り上げて、石場先生も、 警察と軍隊という暴力装置を合法的に所有するというのが国家の定義と言っていると反論した。11月22日の参議院予算委員会における自民党の佐藤ゆかりとの質疑では自衛隊について自衛隊は憲法上の存在、つまり合憲の存在である戦前のようなことが起こらないような存在として政治の側からコントロールしなければならない。 国民の合意に基づいて存在し行動すると、それが、名実ともに備わっていなければこの実力装置は、実力部隊は合法化されないと述べた。またジャーナリストの清谷真一は、保守派である自身もこの言葉を使っており、野党の攻撃は、感情論だとし、この発言を国会で問題にする方が異常である、と述べた。また石場が清谷との協調で、暴力装置というのは、 すなわち軍隊と警察です。日本では自衛隊と警察、それに海上保安庁も含まれますと述べていることを挙げ、自民党議員の対応を批判している。2010年11月18日の参院予算委員会で防衛省が自衛隊行事に政治的発言をするものを呼ばないよう事務次官通達を出した問題に関し、民間人であろうとも自衛隊施設の中では、 制限されると述べ、通達は許容されるとの見解を示した。2010年4月26日に行われたシンポジウムにおける働きながら子育てする環境が充実されないままになった。もうそんな時代は終わったのに気づかず、専業主婦に家庭の運営を任せておけばいいという構図を変えなかったことが日本の病気として残っているとの述べた。一方、産経新聞は 専業主婦は病気と受け取られかねない発言をしたなどと論評した。これについて、戦国はそんな表現をした記憶はない。男性中心社会の固定観念が病気であると絶えず申し上げてきたと述べた。2011年1月6日発売の週刊新潮と週刊文春により、日本経済新聞社の女性記者に対してセクハラ発言を行ったという報道がなされた。 戦国は事実ではないとして、発行元の文芸春秋と新庁舎に、損害賠償と謝罪広告の掲載を求め、東京地裁に提訴した。裁判時に、女性記者が法廷にて、私たちのところのグループに来た時、どういうふうな話の流れかはわかりませんけれども、非常に大きな声で笑いながら、65歳なので、もう立たないんだよというふうにおっしゃいましたと、発言するなどして、 事実認定がなされて敗訴した。自身の家系について、戦国は徳島で江戸時代から続いた商人と述べている。戦国が生まれる前には、大々的に展開していたという戦国家の商売は、傾いてしまっていたという。聖火近くの商店主によると、お父さんはよく喋る人で、戦後ほどない1951年と1955年に2回、 徳島市議選にも出たことがあるんですよ。いずれも落選してしまいましたがねという、ありがとうございます。